はい、それでは続いての質問に移ります。弥生時代の銅鐸文化の担い手が物部氏であったとする説が有力であるようですが、天皇家が物部氏の祭祀を継承する形で大和の王権を譲り受けた多くの証拠が存在するにもかかわらず、銅鐸だけが谷の奥に打ち捨てられたり壊された状態で発見されるなど、歴史から抹殺された理由について、飛鳥先生のご見解をお聞かせください。それが答えなんだよ。 あれは血の儀式で使われた。儀式の時に鳴らす音の、はあ、あれは血の儀式と関係してます。だから捨てた、もう犯罪等とやる行う必要はない。新約聖書ではもうほふられるべき子羊はもうイエス・キリストで賄われた、もうやる必要はない、だから打ち捨てられて壊された。なるほど。答え簡単です。銅鐸はその時の神事を行う、いわゆる神具だったんだ。神の道具ね、音というのは重要なんですよ。これ聖書にあんまり書かれてないんですけど、はい、ただまあまあ、ダビデ王がアークをこう持ち帰るときに、まあ、踊った、はい、歌った、あれ言っときますが、日本の演歌と同じなんです。拳が入ってるし。あ、そうなんですね。エチオピア行かれたら分かりますよ。日本の演歌いっぱい変わってますから。でもあれは日本の演歌じゃないんだよ、エチオピアの歌なの。拳、節回し、同じですよ、まあ、でエチオピアは芝の女王の伝説が、だからソロモン等々で使われた音とか、もうあれは実は日本の音階、大和民族です。一緒ということですね。だから神社で使われているいろんな笙の笛相と、まあ、全部だから関係あるんですが、この銅鐸だけは実は血の儀式に使われる時の神具、音を司ったものだった。なるほど。これまだ俺どことも発表してませんから。 はい、ありがとうございます。はい、貴重なお話でした。続いての質問は聖徳太子についてです。波多の川勝、蘇我の馬子、小野の妹子は聖徳太子と同一人物とのことですが、自分が一番気になるのは馬宿の王子です。先日の3人に命じて聖徳太子という国仕掛け、